お疲れ、お疲れ。お疲れモードです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、皆さんお疲れ様です。出るんですか今日。あ、今日一緒に練習する予定だったんですけど、ちょっと足の調子が悪いので。やばい、どうしよう。これいつ上がる？月曜。あ、いや。スピードスターやん。走りも動画も。そう。なんですけど、ちょっと足の状態があれなので、でも動画撮影していきます。早いよ、ちょっと。まもなく800、2分44。会場に到着しました。めっちゃ駅から人が多すぎて横浜来たよ。今は気温的には涼しいけど、結構後半暑くなる予定なので、水分補給しっかりして、あとは横浜の街並みとかラッキー給食とかがあるので、それを楽しんでいきたいと思います。ちょっとね、いつもねこの時期マラソン走れないから、なんか少しでもいいイメージを持って次のマラソンにつなげていきたいと思っています。絶好のマラソン日和となりました。どうか楽しんでいただければと思います。ただいまより横浜マラソン2024大会を宣言いたします。はい、ありがとうございます。イエーイ、始まりました。横浜マラソン、のんびり最初飛ばしすぎないように行きたいと思います。あいちゃん、まいちゃん、ハイトー、頑張れー、ハイトー。見えるかな、横浜って感じ。まもなく3キロです。マカランちゃん、ファイト、ジャンボー、ファイト。
5キロ手前ぐらいかな。赤レンガの横見える、これ見えてるのかな、見えてる、赤レンガ、ありがとうございます。赤レンガの横通過してます。10キロです。10キロでボルテのジェル取ります。20キロでまた10で取ります。すいません、今から高速入ります。
ありがとうございます。おめでとうございます。すごいメダルゲット、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい2位でした。2位、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい歓迎ムードがすごい。2位でした。ありがとうございます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 。ゆで卵タンパク質アクエリもらいました。ゴールしました、イエーイ。2位と3位、マジでマイさんのおかげ。本当にもうなんか何回もマジ高速が長すぎて、でも思ったより走れた。ただ暑い、いやもう高速は長かった。頑張りました、イエーイ。ありがとう、ありがとうございます。ハーゲンダッツゲット。横浜マラソン2024スタートしてから4時間30分が経過し、当然のことながらと言いますか、女子の選手も上位優勝者は完走しております。今その優勝選手たちを紹介これからさせていただく。2位は2時間50分55秒マカラ葵選手です。3位は2時間51分46秒有塚舞選手です。おめでとうございます。同じように知事そして稲村さんからそれぞれ商品をお渡しいただきます。じゃあ3人で写真撮りましょうね。マラソン準優勝ありがとうございます。現状を今の私の現状をお伝えすると、まず9月に体調を崩したり疲労が結構溜まってしまったので走ってはいるんですけど、私の中では結構少ないですし、まあその中でもロング走だったり距離走っていうところを全く9月はやっていなかったので、正直10月に入ってからやっとまともに練習を開始したっていうような感じです。まあ、10月に入ってからは、まあ、週末は一応ロングジョグはやってはいたんですけど、日頃のポイント練習っていうのは全然思うような自分がイメージしてる練習はできていなかったので、まあ、今回は4分10秒で押していって、まあトータル2時間55分から、まあ、最後後半耐えても3時間ぐらいっていうのを目標にして、はい、レースをスタートしました。私の、まあ、本来のマラソンの目標っていうのは2時間35分を今シーズン目指しているんですけど、まあ、その状態から今は全然走れる状態ではないですし、まあ、秋のマラソンっていうのはそもそも狙ってはいなかったのでこのような目標設定をしました。そして結果こちら、なんと2時間50分そして2位、ありがとうございます。ラップ見てほしいんですよ、マジで。ラップを、このラップを、え、マジ神じゃないですか。自分でもびっくりした。だからもう今回は
暑さも結構あったので、とにかく前半は飛ばさないで抑えて走るっていうことはまず第一に意識したっていうところと、やっぱり高速道路が長いのでペースをとにかく落としてもいいからリズムを崩さないということを意識して走りました。まあ、練習の面ではやっぱりこう調子が悪くて、で練習が思うようにできなかったからこそ練習の質は下げて、基本的に10月はジョグメインでしていたのが良かったのかなっていうふうに思います。はい。なんで、まあ、この今の現状とAS の気象コンディションと、まあ、コースとかをいろいろ加味して2時間50分で今走れたので、結構自分の中でもモチベーションは上がったし、あ、冬のマラソンがすごく楽しみだなっていうふうに思いました。日曜日は、水戸、横浜、金沢、そして岩手だったり、手賀沼ハーフだったり、結構各地でいろんなところでマラソン大会をが開催されていて、その結果とかをみんなの見たんですけど、やっぱり暑さで思うように走れてない人だったりとか、初戦だから結構気負いすぎて結果が出てない人、まあ、全体的にあんまりいい結果が出てないなーっていう印象はあったんですけど、やっぱりマラソンって練習ももちろん必要なんですけど、メンタルだったりとか、その今の自分の状況をちゃんと理解してレースにどういう準備だったり、どういう状態で臨めるかっていうのがすごい大事なんだなっていうふうに思いました。今回私はいい状態じゃないからこそ絶対前半飛ばさないっていうところと、あとは補給だったり、給水、めちゃくちゃ暑かったので給水っていうのはもう全部給水取ったし、水分補給をこまめにやったっていうところは今回の良かった点なのかなっていうふうに思います。今日の結果踏まえてまたこれからも引き続き頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援してもらえたら嬉しいです。そして沿道からの声をいただいたり、この動画送ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからも頑張っていきたいと思います。それまで最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。